千葉県千葉市中央区にある MF デンタルクリニックの安田です。今回は糖尿病の方がインプラントを受けられるかという質問にお答えいたします。内科、お医者さんと歯医者さんの連携は必要だとは思いますが、基本的に可能です。状態にもよりますが、内科の先生が OK を出せば、こちらとしてはモニターなどをつけて処置をすることは可能です。やはり歯を抜くことが不可の方に関してインプラントをすることはできませんので、その辺はお医者さんと話をしてもらって、私が話をしてもいいですが、としっかりと連携をとって、安全を十分考慮した上でインプラント治療を行っていくのが普通にあります。まずそれもご相談ください。お電話をお待ちしております。インプラントに関してのお問い合わせは動画の下の URL 先よりお電話にてお問い合わせいただけます。お電話お待ちしております。